ここからは栃木テレアナウンサー日記です。秋のレジャーシーズンですが、実は栃木県は管理釣り場の数が全国でも有数。松村アナが強力な助っ人とともに地域の魅力を伝える管理釣り場を訪ねました。栃木に来て3年、水が豊かなところだなと日々感じています。さて、私最近釣りに興味があるんですが、今日は強力な助っ人をお呼びしました。釣りアナウンサーの大塚ひとみさんです。はじめまして、釣りアナウンサーの大塚ひとみです。よろしくお願いします。栃木県在住、フリーアナウンサーの大塚ひとみさん。ラジオやスポーツニッポンで連載を持つなど活躍。釣りに関わる人の思いを取材し、メディアを通じて魅力を伝えています。そんな大塚さんのおすすめでやってきたのは、大田原市のアングラーズパークキングフィッシャー。なぜこの釣り場なんでしょうか？このオリジナルルアーがあることです。ご当地のルアーなんですけども、栃木県の名所ですとか美味しい名物をルアーにしたというルアーなんです。全8種のご当地ルアー。大田原の唐辛子や日光東照宮などを色や模様で表現していて、選ぶだけでもワクワクします。私たちが選んだのは佐野の芋くらいと日光東照宮。早速これでニジマス釣りに挑戦。こちらではオーナーの手塚さんをはじめ、インストラクターの方が釣りのポイントを丁寧に教えてくれます。すると開始1分、芋フライに食いついてきました。芋大好きみたいです。一方で私の方は全然違うんですけど。何が違うんですかね。この違いがね、面白いところなんですよ。場所や時間帯によって魚が好むルアーは違うんだとか。インストラクターの方のアドバイスでルアーを変えて再チャレンジ。すると、初心者の私も開始10分で釣ることができました。ご当地ルアーでの釣りは大盛り上がり。でもなぜこうしたルアーを作ったのでしょうか？釣りをされてる方っていうのはどうしてもこうご自宅と釣り場の行き来だけで終わってしまうっていう、ちょっともったいない部分がありまして、この大田原地域、まあ、含めたこう栃木県っていうところはものすごいいろいろこう魅力があるんですね。まあ、美味しい食べ物だったりとか、こう風光明媚な風景だったりとかがある中で、やっぱりそういうところもちょっと知ってほしいなっていう思いがあって、それをこうルアーに落とし込んで作らせていただきました。こちらは塩焼き体験施設。自分たちでさばくことで命をいただく大切さを学んでほしいというオーナーのこだわりがあります。釣れたて、さばきたて、焼きたてのニジマスをいただきます。やっぱり自分でさばいたからこそ美味しいですね。美味しい。皮パリ、身はふわみたいな。いや、大塚さん、今日はルアーフィッシングすごく楽しかったです。手塚さんが一から教えてくださったので、初心者でもすごく楽しめました。よかったです。はい、私が思う釣りの魅力は、釣って楽しい、あと食べて美味しい、プラスその釣り場ならではの魅力を見つけて楽しむことなんですよね。ここだったら栃木のご当地ルアーがあって、東照宮で釣ったとか芋フライで釣ったとか楽しんだり、あと手塚さんのような温かい思いを持った方に出会ってそれを感じたり、そういうことをこれからも取材していきたいですし、伝えて皆さんに体験してもらえたらとっても嬉しいです。皆さんもこれからの季節、栃木の釣りの魅力を味わいに出かけてみてはいかがでしょうか。